なんかそんなこと聞いて意味あるんですか？君はね、アルバイトでも採用は難しいよ。というふうなね、吉谷さんのトラウマナンバー2を挙げるとしたら、こんな感じじゃないでしょうか。ある日、堀江さんに質問したら、そんなこと聞いて意味あるんですか？みたいなね。威圧されて、なんだよ、金払って質問したのに、このありさまは。っていうのが一つと、あとアルバイトでも採用難しいよですからね。もう遥か彼方昔のことを未だにネタとして使ってるという。だからこう、適度なダメージってのは人を鍛えるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、痛い思いをして、恥ずかしい思いをして、きつい思いをして、でそれを克服しようかなと思って、新たにね、進んでいける人と、そこで潰れて終わっていく人とね。で、やっぱこう、できない理由ってのは、昔こんなことがあったからできないんだっていう風に結びつけがちなんですよね。で、これってのは非常にもったいない。せっかくダメージを受けたのに、そのダメージに駆逐されて、まあ、こう終わっていくわけじゃないですか。でもせっかくダメージを受けたんだったらね、それを生かしていく。まあ私は幼い頃、野球の練習をしていたんですけども、なんかノックを受けてね、こう取れない時っていうのは、どうやったら取れるかなっていう風に考えて取れるようになるということもあるし、まあバットを振る時も、ただバットをブーンと振り回したんじゃ全然球が当たらないから、どういうふうに構えてどういうふうにね、振っていけばいいのかっていうのを素振りで確かめていくとか、だからうまくいかないからこそうまくいかない理由が見つかって、で徐々に、うまくいくようになっていくっていうのが、まあ人生といいますかね、繰り返しなんじゃないかなと思いますよね。まあネットビジネスでアフィリエイトアクセス取れないなと思ったら、やっぱり何か手を打ってアクセスを取るようにしていくとか、するわけですよね。やっぱ動画でも YouTube でアクセス取れないなと思ったら、なんかね、対談動画を撮ってみるとかね。対談動画を撮ったら少なくとも対談相手のアクセスはもらえるし、それから Q&A ですよね。質問に対してアンサーを動画でこう出していくと、少なくとも質問した人はアクセス、1アクセス取ってくれるしって感じで、とにかくその1を積み上げていくことから始めるのがすごく大事なんだろうなと思いますよね。やってもどうせ無理って思うと、本当にやってもどうせっていうかね、やらずにどうせになっちゃうんですよね。やってもどうせっていうのは結局やらないための方便であって、どうせにはならないんですよね、やってみるとね。何か見つかると、一歩進むということだと思いますね。まあやってみることだと思いますね。トライ、トライの、トライのとですよ。じゃあ、ね、7月12日、いよいよご一緒するということで、朝10時お待ちしております。トライアンドエラーで、いってらっしゃい。